フレッチャー・コックスは、ミシシッピ州、ヤズーシティ出身のアメリカンフットボール選手。現在 NFL のフィラデルフィア・イーグルスに所属している。ポジションは、ディフェンシブタックル。ミシシッピ州立大学時代は4の3ディフェンスで、プレーした。3年時の2011年には5サック、14点を、ロスタックルをマークし、サウスイースト・コースト・カンファレンスのファーストチームに、選ばれた。 プロフットボールウィークリーよりオールアメリカンに選出された。ドラフト前のコンバインでは40ヤード走で4秒79とディフェンシブタックルの選手の中ではトップの記録を出した。2012年の NFL ドラフトで一順全体15位、指名権を持っていたフィラデルフィア・イーグルスがトレードアップを行い全体12位で彼を指名した。ミシシッピ州立大学の選手としては 1983年のマイケル・ハディックス以来、同大学の守備ライン選手としては、1975年のジミー・ウェブ以来となる、高順位での指名であった。同年6月18日、イーグルスと4年契約を結んだ。10月14日のデトロイト・ライオンズ戦では、相手選手に殴りかかり、退場となった。その後2万千ドルの罰金を課されている。 11月26日のカロライナ・パンサーズとのマンデー・ナイト・フットボールで尾骨を負傷して退場した。このシーズン彼は5.5サックを上げた。2014年は61タックル、4.0サック、1ファンブルフォースの成績を上げた。2015年4月27日、イーグルスは5年目の契約オプションを行使した。二千十五年は十一タックル、点五サックを上げ、 キャリア初のプロボールに選出された。2016年にもプロボール選出を果たした。2017年のコックス2017年の第1週のワシントンレッドスキンズ戦では、相手 QB のカーク・カズンズがファンブルしたボールをリカバーし、タッチダウンを上げた。この年、チームはスーパーボールに進出し、コックス自身も先発、1タックルを記録した。 チームは41から33でニューイングランドペートリオッツに勝利しスーパーボールチャンピオンに輝いた。2018年の第17週のレッドスキンズ戦で3タックル、4ロースタックル、1ファンブルフォースを挙げチームは24から0で勝利した。コックス自身も守備部門の NFC の週間 MVP に輝いた。2019年シーズン 第7週のダラスカウボーイズ戦では、ダック・プレスコット相手に、サックとファンブルーホースを記録。第8週のバッファロー・ビルズ戦では、ジョシュ・アレン相手に1.5サックを挙げた。ありがとうございます。